アテナイの皆さん今回も朗読編ということでこう夏シリーズはこれで一区切りなんですけども最後に選びましたのが小泉弥雲の階段の中の耳なし放一の話ですねちょっとでもあの涼しく感じていただけるように選びましたし少し長めなんですけどももうフルバージョンで聞いていただこうと思いますなので作業用の BGM でもあの睡眠導入でも 何でもあのかけっぱなしにして楽しんでいただければと思いますでは音声をどうぞ耳なし法一の話今を去る704年の昔下関海峡の壇の裏で長い間歯を競うた源氏と平家の最後の合戦が行われたそこで平家は女や子供に至るまでことごとく滅び 今では安徳天皇として記憶される妖典もまた命を落としたのである。そしてその海も浜辺も700年の間亡霊に取りつかれてきた。私は前に別の本で壇の浦に見られる奇妙な仮のことを述べたが、それは平家ガニと呼ばれ、甲羅に人面の模様があり、平家の侍の霊であると言われている。しかしその海岸沿いには、 いくつも奇怪なことが見聞きされるのである闇夜には不気味な火が何千となく浜辺を漂い波間を舞うその青白い火を漁師たちは鬼火と呼んでいる風が立つたびに海の方から活性の時の声にも似た大きなどよめきが聞こえてくるかつて平家は今よりずっと不穏であった夜行く船があれば船端に身をもたげて沈めようとし 昼夜を問わず、泳いでいる人を狙っては皆底へ引き込もうとした。赤間ヶ関に阿弥陀寺という仏式の寺院が建てられたのは、こうした死者の霊を弔うためである。寺のすぐそば、浜辺近くには墓地も作られ、そこには受水した天皇と、その主な家臣の名を記した墓碑が設けられて、菩提を弔うための法営が定められた日に営まれた。 寺が建ち、墓が作られて以降、平家は以前ほど人騒がせはしなくなったが、それでも時々妙なことをしでかした。亡霊どもはすっかり成仏したわけでもなかったのである。何百年か前に赤間が関には法一という名の盲人が住んでいた。琵琶を弾いて語るのが上手なことで名を知られた。幼い時から芸を仕込まれ、 まだ若者のうちに師匠たちを凌駕した。琵琶法師として身を立てたが、玄平の物語を語るのが特に評判で、法一が壇ノ浦の戦の段を語る様は、鬼人をも泣かしむほどだったと言われる。琵琶法師になりたての頃、法一は大層貧乏だったが、助けてくれる良き人に恵まれた。阿弥陀寺の和尚は椎還元を好み。 法一をしばしば寺に招き、美話語りを所謀した。この若者の素晴らしい芸に感心した和尚はやがて法一に寺に住み込むよう勧め法一はありがたくその申し出を受けた寺の人間を与えられた法一は食と銃と供される代わりに他に用のない時に限って時々夕刻に琵琶を引いて和尚を慰め申すこととなった。 ある夏の夜、和尚は亡くなった檀家の家へ法事に呼ばれた。小僧を連れて行ったので、寺には法一が一人残された。暑い夜で、盲目の法一は漁を取ろうと根間の前の縁側に出た。縁側は阿弥陀寺の裏の小さな庭に面している。そこで法一は和尚の帰りを待ちながら、琵琶を引いて寂しさを紛らわそうとした。真夜中も過ぎたが、 しかしネマのうちに入るにはまだあまりに暑かったので芳一はそのまま屋外にいたようやく裏門から近づいてくる足音が聞こえた誰かが庭を横切って縁側を刺してやって来るそして芳一の真ん前で立ち止まったが和尚ではない突然遠慮会釈もなく侍が下の者を呼びつけるように深い声が盲人の名前を呼んだ 法一法一は行天のあまり即座に返事ができなかった。するとその声は再び厳しい命令口調で呼んだ。法一はいと盲目の法一は相手の声に含まれた脅しに怯えて答えた。私は目が見えませぬ私をお呼びの方はどなた様でございますか何も怖がることはない。 と知らぬ相手は穏やかなな口調にっっていった。私はこの寺の近くに宿泊するものでことづてを頼まれてやってきた。私が現在お使い申す殿様は大変高いご身分のやんごとない方であらせられるが今数多くの高貴なお供の方々と共に赤間ヶ関にご滞留中であらせられる。 壇の浦の合戦の古戦場をご覧になりたいと仰せ出されて、本日はその場所へお越しなされた。その合戦の様を物語る芸のほどを聞こしめされて、ぜひ一曲語ってもらいたいとの御意である。さよであるから琵琶を持って私について、御前様はじめ皆様がお集まりの上お待ちになっている館まで直ちに来てもらいたい。その当時は、 侍の命令はそう軽々しく無視するわけにはいかなかった。法一は草履を履き、琵琶を取ると、知らぬ相手と一緒に出かけた。侍は上手に手を引いてくれたが、法一は急ぎ足で歩かねばならなかった。自分を引いていく手は鉄のようで、侍が大股に歩くたびに金属の音がする。侍は鎧兜にすっかり身を固めているのだ。 おそらくどこかの御所の敬語の武士にそういない。法一の最初の器具の念は消えた。これは幸運に巡り合えたと密かに喜んだ。侍が大変高いご身分のやんごとない方と言って聞かせた以上、自分の語りを所望される殿様は一流のお大名以下であることはまずありえないと思ったからである。間もなく侍は立ち止まった。 そして法一は自分たちが大きな門構えの前に着いたことに気がついた阿弥陀寺の山門を除けば町のその辺りにそんな大きな門があろうとは思えない法一が不思議な気がしていると「開門!」と侍が叫んだすると勘抜きを外すきしんだ音が聞こえた2人はその門を通り抜け広い庭を横切り何やら入り口らしい前でまた立ち止まった そこで侍は大きな声で呼ばわった。誰かある、ただいま、法一を召し連れて参りました。すると急ぎ足の音、障子や襖を開ける音、雨戸をくる音、ささやき合う女どもの声が聞こえた。女たちの言葉遣いから、法一はどこぞのやんごとないお屋敷に使えるものに相違ないと判断した。 だがそれでも自分がどこへ連れてこられたのか見当がつかなかったあれこれ思い巡らす時間もなかった手を引かれて石段を数段登ると最後の段のところで草履を脱ぐように言われた女の手に引かれて磨き立てた板敷きの果てしなく長い廊下を進み柱のある曲がり角を数えきれぬほど何度も曲がるそして驚くほど広い畳敷きの間を横切って 大変広いお座敷の中ほどへまかり出た。ここに大勢の偉い方がお集まりになっているのだと法一は思った。絹ずれの音が林の中のハズれのようである。また大勢の人が低い声でささやいているのも聞こえる。その言葉遣いは大宮人のそれだった。法一は気を楽にするようにと言われ、自分のために座布団が用意されてあるのに気づいた。 その上に座って楽器の調子を整えると、助官たちを取り仕切る老女とおぼしき人の声が法一に向かってこう告げた。平家を語り、琵琶を断じなさい。全曲を語るには数番はかかる。そこで法一は思い切って尋ねた。全曲はすぐには語れませぬので、いずれの薪を語り申し上げればよろしゅうございますか。老女の声が答えた。 壇の浦の合戦の変がことに哀れも深かろうと存じます。その壇をお語りなさい。そこで法一は声を張り上げて、区会の合戦の語りを語った。壇ずる琵琶の音はさながら露界がきしり、船と船とが突進するがごとく、矢がうなりを立てて飛び交うがごとく、もの符のの雄たけびや船板を踏み鳴らす音。 兜に鋼鉄の刃が砕ける音、さらには切り殺されたものがあえなく波間に落ちるがごとくであった。すると法一の左右で干渉する声が息をつく合間にひそひそと聞こえたのである。なんという見事な芸であろう。私どもの国でこのような語りを聞いたことはございませぬ。いや、日本中探しても法一ごとき平家語りはほかにおりますまい。 そこでいよいよ気力がみなぎって、芳一は前にも増して巧みに歌い、かつ演じた。周囲は狂嘆のあまり静まり返った。だがついに美しく力なき者の運命を、女子どもの哀れな最後と、腕に妖精を抱いた2位の天のみなげを語る段となったとき、聞く人々は皆一斉に長い長い悲痛の歓声を発した。 苦し,しいまでに大きな声で泣き叫び目の見えぬ法一は自分が作り出した悲哀の情の激しさに思わず怯えたほどである長い間おえつとすすり泣きは続いたがやがて嘆きの声は消えてその後に続く深い沈黙の中で法一は老女に相違ない女の声を再び聞いた女は言った「琵琶を引き」 平家を語ることにかけては、並ぶものなき王者ということは聞いていましたが、お前が今晩語ってみせたほど、芸達者な者がいようとは存じませんでした。ご主君は叱るべき礼をしたいと申されております。しかし、ご主君は、これから続けて6番の間、毎晩一段ずつお前の曲を聴きたいとご所望です。それからお帰りの旅路に登られましょう。 ですから、明晩も同じ時刻に来ていただきます。今晩案内をした家の者がお迎えに参りましょう。それからもう一つ申しておかねばならぬことがございます。ご主君が赤間が関にご滞在中、お前がここへ訪ねに来ることを誰にも漏らしてはなりませぬ。お忍びのご旅行ゆえ、こうしたことについて公害無用との仰せです。 それではお寺へお帰りになってよろしい。法一がきちんと礼を述べた後で、女の手が法一を館の入り口まで案内した。そこに戦国自分を連れてきたと同じ侍が待っていた。侍は法一を連れて、寺の裏の縁側まで来ると、そこで別れを告げた。法一が戻ってきた時は、もう明け方近くだった。 しかし寺を留守にしたことに誰も気づかなかった。和尚は夜更けて戻ったので、法一は寝ていると思ったのである。日中法一は多少休むことができた。この不思議な一件については何も口外しなかった。次の晩も真夜中に侍が迎えに来て、お偉い人々の集まりへ連れて行った。そして前の晩治めたと同じ喝采を博した。 しかしこの二回目の外出中に寺を留守にしたことが、ふとしたことから露見してしまった。そして朝になって戻った時、法一はお尚の前へ呼び出されたのである。お尚は優しくたしなめる口調で言った。法一や、お前のことで大変気をもんだ。盲目のお前が一人で夜こんな遅く外出するのは物騒だ。なぜ何も言わずに外出したのだね。 出るなら誰か下男にでもお供をさせたのに、一体どこへ行っていたのだ。法一はごまかすように答えた。お嬢様、ごめんください。ちょっとしようがございまして。別の時刻では扱いかねたものでございますから。法一が口ごもったので、お嬢は心を痛めるというより驚いた。何か不自然なものを感じ、よからぬことがあるのではないかと怪しいんだ。 盲目の若者が何か悪霊に疲れてたぶらかされているのではないかと思ったのであるそれ以上問いただしはしなかったが法一の動静を見守るようこっそりと寺男たちに言いつけ夜になってまた寺から抜け出すようなことがあるなら後をつけるように命じた果たしてその晩法一は寺を抜け出そうとするところを人に見られた下男たちは直ちに提灯を下げて後をつけた だがその晩は雨が降っていて大変暗く、寺の者どもが通りに出ると、法一は姿を消していた。どう見ても法一が大変早足で歩いたとしか思われない。それは法一が目が見えぬということを考えると奇妙なことであった。道も歩きにくかったはずだ。下男たちは町の通りという通りを急いで回り、法一が行きそうな家を片端から訪ねた。しかし誰も何も知らないという。 ととうとう浜辺の方から寺へ引き返したがその時なんと阿弥陀寺の墓地から琵琶の音が激しく聞こえるではないかそこらは闇夜に飛び交う鬼火を除けば真っ暗闇である下男たちは驚いてすぐ墓地へ急いだそして提灯をかざしてみると法一がただ一人雨の中で安徳天皇の墓の前に座って琵琶を引き壇の浦の合戦の段を大きな声で語っていた 墓一の背後にも周りにもまた墓という墓の上にもたくさんの鬼びがさながらろうそくのごとく燃えているかつてこれほどの鬼びの大群が人間の目に触れたことはあるまい「墓一さん墓一さん!」と下男たちは叫んだ「あなたはたぶらかされている墓一さん!」だが盲目の墓一にはその声も聞こえないらしい墓一は夢中になって琵琶をかき鳴らし ますます物狂おしげに壇の浦の合戦の語りを語っている。下男たちは法一の体を掴んで、その耳に向かって叫んだ。法一さん法一さん一緒にすぐお寺へ帰りましょう法一は叱るような口調で言った。かような恐れ多い方々がお集まりの場所で、無礼な邪魔立ては許されまいぞそれを聞くといかに奇妙な事態とはいえ、下男たちは吹き出さずにはいられなかった。 法一がたぶらかされているのは間違いないと思うと、下男たちは法一をつかんで無理やりに引き立たせ、力ずくで法一を急いで寺へ連れ戻した。そして寺へ着くと法一は、お尚の命令ですぐ雨に濡れた着物を脱がせられ、着替えを済ませると食べ物や飲み物を強いて進められた。それからお尚は法一のこの呆れ果てた振る舞いについて、一部始終をきちんと話すように求めた。 法一は長い間口を割ることをためらった。だがしかし、自分の振る舞いが本当に良き和尚を心配させ、怒らせもしたと誘ると、もう隠し立てはするまいと思い、侍が最初に訪ねてきた時からのことをことごとく打ち明けた。和尚は言った。法一、気の毒にお前は今、大変危ない目に遭っている。前に一切私に打ち明けなかったことは、 大変まずかった。お前が素晴らしく学の際に恵まれていることが、この思いもかけぬ災難をもたらした。今となってはわかるだろうが、お前はどこぞのお屋敷に上がったのではなく、墓地で平家の墓に囲まれて夜を過ごしていたのだ。寺の衆が今晩お前を見つけ出したのは、安徳天皇の墓の前だ。雨が降りしきる中で座っていた。 お前が思い込んでいたことは、亡者たちに呼ばれたということを別とすれば、すべてこれ幻だ。一旦亡者の言いなりになった以上、お前はその手中に落ちてしまった。もしもう一度また亡者の言いなりになるなら、こうしたことが起こった以上、八つ咲きにされてしまうに相違ない。だがいずれにせよ、遅かれ早かれお前は殺されるはずだったのだ。 ところで私は今晩一緒にいられない。今晩も別の読んどころない法事に呼ばれている。だが出かける前に、お前の体にお経を書いてお前に危害の加えられることのないようにしてやろう。日が暮れる前に和尚と小僧は法一を裸にすると、筆で持って二人は法一の胸や背、頭や顔や首、腕や足や足の裏まで、 ところに般若心経の文句を書きつけた。それが済んだ時、和尚は法一にこう言い聞かせた。今晩私が出かけたら、お前は縁側に座ってじっと待っていなさい。呼ばれるだろうが何事が起ころうとも返事をしてはいけない。動いてはならない。何も言わずに座禅を組んだようにじっと座っていなさい。 もし動いたり、物音を立てたりすれば、お前の体は引き裂かれてしまう。決して老狽して助けを呼んだりしてはいけない。助けを呼んでも助けにならぬからだ。だが今言った通りにしてさえすれば何も危ないことはない。そしてそれきり、二度と心配するようなことは起こらないはずだ。日が暮れてから和尚と小僧は出て行った。 法一は和尚に言われた通り縁側に座った。琵琶を傍らの板敷きの上に置くと、瞑想三昧の姿勢をとり、じっとしていた。咳を立てたり、息遣いが聞こえることのないよう気を配った。こうして何時間もの間座っていた。すると、道から足音が近づいてくるのが聞こえた。門を過ぎ、庭を横切り、縁側に近づいてき、 法一の真ん前で立ち止まった。法一と深い声が読んだ。だが盲目の法一は息を潜め、じっと座っている。法一とその声はもう一度ぶっきらぼうに呼んだ。それから三度目に荒々しく。法一法一は石のように押し黙っている。するとその声がブツブツ言った。返事がない。これはまずいぞ。 奴がどこにいるか見なければならん。重い足が縁側に上がる音がした。足はゆっくりと近づいてき、芳一の横で立ち止まった。それから長い間、その間芳一は全身が心臓の鼓動に合わせて罠なくのを感じた。死のような沈黙が続いた。ついに荒々しい声が芳一のそばでつぶやいた。ここに琵琶がある。 だが琵琶法師は耳が2つ見えるきりだ。なるほどこれでは返事ができぬのも道理だ。答えようにも口がないのだ。法一に残されているのは尿耳のみだ。それではできる限り仰せに従ったということの証しに、ごシ君にこの2つの耳をお届けするとしよう。その瞬間、法一は左右の耳が鉄の指でつかまれ。 引きちぎられるのを感じた。その苦痛はすさまじかったが、法一は一言も発しなかった。重たい足音は縁側沿いに去っていき、庭に降り、外の通りへ出ていき、聞こえなくなった。頭の両側から盲目の法一は濃い、温かいものが滴たるのを感じたが、手を挙げる気力もなかった。夜明け前に和尚は帰ってきた。 急いで裏へ回り、縁側に上がって何かネバネバしたものを踏んで滑った。そして、ぞっとして叫んだ。自分の提灯の明かりでネバネバしたものが血だと分かったからである。だが、そこに法一が瞑想三昧の姿勢のまま座っているのも見えた。傷口から血が滴っていた。おお法一、なんと気の毒な。と和尚は声を震わせて叫んだ。これはまた何事だ。 怪我をしたのか和尚の声に盲目の芳一は助かったと思ったそしてわっと声を上げて泣き出し涙まじりに夜中に起こったことを物語った「芳一気の毒なことをした芳一」と和尚は叫んだ「すまぬ私が悪かった私の不覚だお前の体の至るところにお経を書いておいたが耳だけ漏れた」 小僧にそこは任せておいたが、きちんと書いたか確かめなかったのは、すまぬ、私の落ち度だ。だが今となっては致し方ない、できるだけ早く傷を癒してやるだけがせめてものこと。さあ、元気を出してくれ。もうこれから先は危ない目に遭うことはない。もう二度とあした亡者どもに呼び出されることはないのだから。良き医師の手当てで芳一の傷はじきに回復した。 法一が不思議な目に遭った話は遠方まで広がり、じきに法一は有名になった。高貴なやんごとない方が幾人も赤間稼ぎへ法一の語りを聞きに見えた。そして大層な額の贈り物が届けられ、法一は金持ちとなった。だがその事件以降、法一はもっぱら、耳なし法一の名で世に知られたとのことである。